ねえ、歩くじゃないか。超えたわ。無駄。あ、ギリギリ超えてなかった。今軽く。今軽く。やばい、ガチなの。ポーチ打ってる。ポーチもちょっと軽く打ってる。おお。いやでもね。軽く超えようか。じゃあ。軽くポーチ。いやもう大人になったら出るから。10個以上入ってる気がする。ガチでやってる。さあ飛ばすぞ。トータルオフサよりも
オッケー、いいよ。いいよ。これ大事なのは、体の近くで見ること。オッケー。オッケー。オッケー。はい。お、いいよ。ナイバッチ、ナイバッチ。せーの。オッケー。ナイバッチ。そうです、そうです。そうです。じゃあ入れない。右足ちょっとさ、右足前に。そう。お、今スイング終わった、今。はい。レンジみたいにでかい声出してる。あー！これいいんだな？そこでいいんだな？いいよ。ほれほれ、そっちも見とって走ってけー。行くぞ。もっと近くに。わかんないけど全然飛ばない。待って、いける。オッケーオッケーオッケー。おい、やっちゃっちゃい。強いだけ行ったよ。オッケー、いいよ。オッケー。ありがとうございました。じゃあ、ボーダー詰めて。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。さあ、ロングティーやりましたけど、はい、皆さん、翔平 TV のロングティーどうですか？えぐいじゃん。えぐい。え、30個いってるんじゃない？どう30くらいもういってるくらい。いってる？7キロぐらいは川行った。川行った。え、川何回ぐらい行った？川3回。3回行った？2、3回行ってる。そんな行った？川こっちは3回ぐらい行ってる。喋るときはカメラ。イエーイ。イエーイじゃなくて。じゃあ、柵越え何回結構行った？え、10は行った。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 行ってる？10は行った。10は行った。そう、この企画は、夏にね、キャプテンと、監督さんと、ラジオをやったんですよ。何だって言ってた。その時に、話した企画を今回ね、実現できたということで。2ヶ月後知ってるよね。映像で見たけど、実際見なきゃちょっと僕わかんないですって言ったから今回ちょっと実際に目の前で打ってみたんですけど、どうですか？キャプテン伸びが違いました。打球の伸びが違った。じゃあ自分的に将来
ああいう打球打てるようになりたいなと思いますか？おい、おい、おい、思いますか？はい、思います。みんな思う？思います、はい、まあ、頑張れば、今頑張っとけば大人になった時に打てますんで、絶対みんなが今小学生だけど、中学校上がって高校に上がって、そっから社会人とか大学とか上がった時にはもう俺より全然飛ばせるようになってるから、今頑張れば将来いい選手になれるから、で有名になったらちょっと言って俺の話をして、アピールして、はい、俺の名前言って、今回スリードラゴンの皆さんと一緒に撮影できてよかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、来年入ってくる小学1年生のもしくは、まあ、2年生も3年生も新しく入ってくれる予定である子たちにちょっと一言。スリードラゴンズは野球を楽しくできて生き生きしてるチームです。ぜひスリードラゴンズに入ってください。入ってください。イエーイ、イエーイ、入ってください。入ってくれよ。スリードラゴンズ楽しい、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 イエーイ、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 イエーイ。スリードラゴンズに入れば彼女もできる社会福祉になる。オッケーオッケーオッケー、はいはい。じゃあ皆さんありがとうございました。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 本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャー翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。